働くのが嫌いで楽して生きてる主人公の二宮金次は突如異世界を乗り合い転移してしまう。この世界で生きていくために大雑把工業の労働士として働かされることになる。過酷な労働から逃げ出すために仲間を集め、迷宮ブラックカンパニーという組織を密かに設立、地下迷宮探索によって成り上がろうとするのであった。労働嫌いの二宮金次、それどころか労働者を見下してるクズ系主人公。現実世界では楽して生きるための努力はしており、投資などで資産を増やし都内にマンションを建設して不動産収入のみで生活をしていた。異世界のアムリアに転移した後は言語や社会性の違いに困惑してる間に借金まみれになり、大雑把工業で魔石を発掘する肉体労働を勧められることになる。過酷な現場に限界を感じた金次は大雑把工業を乗っ取ることを決意し、魔物たちを仲間にして迷宮ブラックカンパニーを設立した。主人公が発掘作業をしているデトモルトマコー遺跡に住んでいた魔人リム、本来は巨大な怪物の姿をしているが、人間の少女の姿に変身をしている。非常に食い意地が張っており、金次を食べようとしていたが、食事を提供することを条件に仲間に引き込んだ。常に空腹で大量の食事を要求してきて、食事を抜くと凶暴化して襲いかかってくる。大雑把工業で金次と共に働いている爬虫類型の亜人ワニで、真面目で気が弱かったので大雑把工業でこき使われていた典型的な社畜。悪巧みをする金次を気にかけ、金次の仲間となった。田舎出身で植物に対しての知識があり、薬草類を用いた製品の開発を手掛けるようになる。大雑把工業の女性社員木の牛や前の遺跡で負傷者185名が出るも、最深部を制圧したことから勇者の再来と呼ばれるようになった。忠誠心が強すぎて会社のために働くことに幸せを感じている究極の社畜。死ぬまで働く、死んでも働くことをモットーにしている。金次にはめられ無理やり仲間にさせられる。勇者に仕える巫女として育てられたランが、明るくて愛嬌がある性格で自分のことを可愛いと思ってる。女性のように見えるが男性、女性と思われるような口調で話している。金次のことを救世主扱いし共に行動するようになる。大雑把工業迷宮長を務める女性幹部、本名ベルザ・シューバッハ。ブラック企業にそぐわしい鬼上司、企業のことを第一に考え、労働者を劣悪な環境で馬車馬のように働かせる。自己顕示欲が強く自分の巨大像を混流させたりする。金次の反抗的な態度を問題視している。